毎度なじみルテのチャンネル旅の道草斉谷です。米原まで東海道線を下ってきました。なんとか米原まで来ました。まあね、朝5時から来てこの時間帯だったらまあもう悪くないと思いますよ。で、次なんですけども、13時50分のですね、新快速 JR 西日本アーバンネットワークですねが誇ります化け物みたいなですね、スピード130キロでですねぶっ飛ばす、鬼のようなですね特急かというぐらいの普通列車が、運行されておりまして、姫路、米原間約2時間半3時間ぐらいですねで結びます。これに乗っていきたいと思います。久しぶりに乗るなこれ。ご注意ください。さあやってまいりました、新快速姫路行き。ライトも眩しく勇ましく入ってきてございます。そこからご注意ください。これは223かな、もしくは225かな、どっちだ。ご注意の列車は新快速姫路行きです。225ですね。新しい方の225、ラッキーです。イエイ。これまで3社乗り通してきてですね、またこの JR 西日本、面積広いので、この新快速ってすっごいありがたいんですよね。ここの、要は米原から姫路の区間、約270キロをですね、ぶっ飛ばしにぶっ飛ばしてくれるので、そこのところがですね、すごく嬉しいんですよね。そのいいスピードっぷりをですね、皆様に紹介していきたいのは金がねから思っていました。なので今回ですね、米原から姫路までずっと乗り通せることをですね、すごい楽しみにしています。で、この新快速もできたっていう理由なんですけども、特に京阪神間って私鉄等のですね、乗客の奪い合いがね凄まじいんです。京都で、大阪間で行くと京阪電鉄、そして阪急、近鉄、そして阪神間で行きますと阪急電鉄、阪神電鉄、その2社にですね、私鉄王国というか関西のですね、乗客ってもう奪い合いの地位猛烈とした世界でございますので、それをどうにかしてですね、国鉄がですね、奪還しなきゃいけないというところでスピードアップに目をつけました。とにかく爆速で走らせろということでですね、新快速を走らせて当時120キロでですね、ぶっ飛ばしていきます。で、この JR 線なんですけども、実はですね、草津から西明石までですね、福福線、日本最長の福福線がですね、実はありまして、その福福線区間をですね、フル活用いたしましてですね、130キロ、 JR になってから130キロ引き上げましてですね、ぶっ飛ばしていきます。これこそですね、脅威ですよ。本当に特急ですら JR 東日本130出さないですから。出すか、日立出すか、たまに。でもこれ普通のですね、普通列車ですからね。青春18切符で乗れる、ね、種別なのに、優等種別もないにもかかわらず130キロぶっ飛ばすというですね、これはですね、本当に関西に住んでる人、関西出身の人だったらもう分かるんですけども、とにかくこれはですね、紹介したいなと。これはもうね、日本で誇るべき、しかも関西が誇るべきですね、鉄道のですね、今非常に強いですね、この軸となってますことをご紹介させていただきます。さて、ここ米原から JR 西日本が誇る最強普通種別新快速で姫路まで乗り通します。米原を出発した新快速、米原は鉄道的に重要な場所、鉄道総合技術研究所があり、東海道新幹線のスピードアップに向けた各種試験を行い、これまでに作られた試作車が展示してあります。米原から草津までは複線区間です。新快速の種別ですが、一般的な快速運転を行います。都市部で快速運転をしている種別が、ここでは普通種別になって走っている複雑怪奇な区間、 JR 西日本の快速、特に東海道線を走る快速列車は区間に応じて種別が変わる運用がなされていますので、これ結構初見殺しなんですよね。滋賀ののどかな田園地帯、のんびりと移動かと思いきや、時速120キロ前後でぶっ飛ばしてます。イラッチな関西人、何もそこまでスピードにこだわらなあかんのかと思われるかもしれませんが、関西圏の鉄道は私鉄王国と呼ばれるくらい路線網が充実していて、常に乗客の奪い合い、利便性の一つとしてスピードは絶対に外せないため、新快速はとにかくどこでもすっ飛ばします。すごいすごい。日本全国探しても近畿圏しかこのようなスピード強列車は見たことがありません。しかも特急という優等種別でもないのに特急並みの速達性があることから、財政的に盤石ではない JR 西日本にとって貴重な収入源の一つでもあります。
草津を過ぎ西明石まで日本一長い福福線区間に入ります。都市部で交通需要が飽和状態になり輸送力を強化するために福福線化工事が行われます。関東は列車の種別ごとに路線を引く方式、京浜東北線が東海道線の観光線として、東海道線が快速線としての役割を担い駅間距離も異なります。一方関西では方向別福福線として外線は特急貨物列車新快速が走り、内線に各駅普通列車が通っています。一長一短ありますが、これから新快速が内線の普通快速列車をバンバン追い抜いていく面白区間が始まります。準備はいいかな。列車は京都に到着。結構あっという間です。隣にはかつて新快速電車として開発され高速運転車両として活躍した117系が未だ現役です。 JR 西日本は国鉄型車両が数多く現役で動く鉄道博物館状態。すごいすごい。首都圏中京圏では見ることができないレア物の宝庫として、鉄オタからすれば大変ありがたいことですが、一般人からすれば早う新車に変えてくれやと思っている方の方が多いと思います。何やって？京都を出発すると早速鉄道的重要ポイントが進行方向右手に現れます。梅小路地区の鉄道博物館、東の大宮、西の京都と双璧をなす巨大な鉄道博物館、かなり見物の施設です。そして現役車両が留置されている基地、貨物駅が目白押しで目の保養所。新快速は速度を上げ東海道線を爆走、内線を走る快速ですら容赦ない追い上げで抜き去ります。うわーすごいすごい。サントリー山崎蒸留所を進行方向右手に見ながら進みます。夜市で見た日華ウイスキー夜市蒸留所を作った竹鶴正隆氏が最初に勤務したのがサントリー。この山崎蒸留所でもウイスキー作りに携わっていました。途中停車駅高槻駅を過ぎて新大阪までぶっ飛ばします。そしたら進行方向右手に見えてくるのが巨大なチョコレート。何人前なんやろと思ってしまいそうな、これは明治製菓の工場。車窓から宣伝も兼ねてこのようなオブジェを作っていて、プラスチック製看板としてギネス認定されている世界最大の看板です。おー、次に関西の鉄道、目と心の保養所は吹田。巨大な工場、貨物駅、列車基地があり、吹田は鉄道の発展とともに成長してきた町でもあります。へえ。だいぶ縮小しましたが、工場見学イベントで開放されると大変マニアに盛況なイベントとして人気があります。
貨物線、大阪東線などが合流してきて神崎川を渡ります。大阪市内は淀川の中洲にある島、太閤豊臣秀吉が発展させた町のため、新幹線建設の際大阪に新線を引くことができず、淀川の対岸に新駅、新大阪駅を建設します。ただいま通過しています東淀川駅は新大阪駅と目鼻の先。実はここに戦前計画されていました新幹線の元祖弾丸列車計画において、今の新大阪駅のような駅としてなるべく作られた駅ですが、今は普通列車しか停車しない駅。そんな駅にもちょっとしたエピソードが潜んでいました。おー、新大阪駅を出発したら淀川を渡り大阪市街梅田に入ります。鉄橋は東海道線の上下複複線と貨物線が並行する長い鉄橋を渡ります。淀川は関西、特に近畿圏の水道需要を担う重要な水源。ここで採水され浄水された水は大阪市のみならず神戸市まで幅広い都市圏の水需要を担っていますが、かつてはまずくかなり不評でした。ゲゲー。ただ今は高度浄水のおかげで美味しくいただけます。やったね。ここで貨物線を分岐して大阪市街中心部を外れ迂回して天ヶ崎周辺で合流します。ついに新快速は関西最大の駅大阪に到着。大阪駅周辺の正確な地名は梅田、田んぼを埋めたから梅田と言われ、埋める字だと縁起が悪いので花の梅に変えたとか諸説いろいろあります。へえ。鉄道は用地買収の関係上町の外れに敷設されることが多く、大阪の中心的な市街は南と呼ばれる難波、心斎橋、梅田はそこまでかつては発展していませんでしたが、鉄道路線が複数社乗り入れるため明治期以降急速に発展し、北と呼ばれる繁華街が形成されていきます。大阪駅を新快速は発車します。環状線、神戸線こと東海道線、宝塚線など行き先も様々。大きなカーブを描いて列車は再び淀川を渡ります。大阪は河川が複雑に絡み合う土地。この河川と大阪湾があるおかげで天然の要害として軍事的なアドバンテージを得ていました。そのため都市開発も水運をベースに作られます。鉄道敷設の際、市街地になるべく近い場所に駅を建設するために淀川を2回渡るという先見になった経緯があります。おー、大阪を出発して最初の停車駅は天ヶ崎駅。兵庫県なんですが電話番号の市外局番は大阪06地域。なんとも不思議な感覚です。なので天ヶ崎の人は兵庫県民というよりは大阪府民の意識の量が高いようです。へえ。で、ここで宝塚線が分かれます。そして大阪を迂回していた貨物線、大阪市内中心部を地下でバイパスのようにつながっている東西線がここで合流します。天ヶ崎駅から次の停車駅芦屋駅までは直線が続くことが多く、時速130キロでぶっ飛ばします。すごいすごい。速達性を極限まで高めて阪神、阪急、近鉄、京阪といった私鉄各社との乗客の奪い合いから一つの回答として誕生した新快速も、登場から50年が経過し、新という名前が果たして意味と整合しているのかどうかはさておき、JR 西日本を代表する脅威の普通列車であると同時に関西のブランドとして認知されています。
ですので、京都、大阪、神戸の都市間移動はこの新快速を駆使して効率よく移動することができますので、ぜひとも活用してほしいところでございます。よろしくお願いします。関西の福々線、今では外線に新快速、特急が走っていますが、かつては線路の管理が異なり、新快速といえど外線を走ることができませんでした。そんな。近畿の列車運輸区は内線、国鉄本社が外線を管轄していて、貨物列車、寝台列車などの長距離列車を優先的に外線に配備していましたが、分割民営化とともに外線も JR 西日本が使えることとなり、今のような15分1本体制になり、 JR 西日本の収益性を向上させる要因の一つとなっています。大阪から神戸の中心地三宮へ行くなら、安い料金の阪神・阪急を使わずに早い新快速で行くのが関西の半ばデフォルトになっています。ケチな関西人とはいえ、お金よりも時間がかからないことを概ね優先するイラチ気質を取り込んだ施策は、他の施設では真似のできないこと、アーバンネットワークを構築し不動のものにしています。おお、芦屋を出ましたら六甲山脈が近くなってきます。山と海、南北の距離が短いのが特徴の神戸、大都市圏大阪も近いためベッドタウン的な発展をしています。ビジネスは大阪でして、住環境の良い西宮、芦屋、神戸に住居を構えることが多く、神戸の魅力は観光もさることながらライフスタイルを楽しめる街、住んでいて非常に便利で快適な街でもあります。へー、駅を通過して阪急線が右から合流してきます。そして東京首都圏もびっくりの幅広高架区間となります。この高架区間、宣伝に建設されている結構な年代もの、高架の下にはスペースを活用した会社、商店などがひしめき合い、三宮、神戸区間の高架下は戦後の闇市の名残で神戸のディープな観光スポットになっています。へえ。神戸の中心地は三宮、阪神、阪急、市営地下鉄、ポートライナーというゆりかもめ的交通機関が集中する場所、デパートなどが乱立する繁華街です。神戸に行くという言葉、地元の人的感覚では町の中心部、三宮ら辺に遊びに行くという意味合いを持ちます。そして神戸出身の人の特徴は、横浜と同じように都市の名前を出身地として言う癖がありますね。元町はかつて西に向かう優等列車の重要な停車駅、今は跡形もありませんが、東口南側に一等車乗客のための待合スペースがあったりして、歴史を感じる駅の一つです。へえ。そして新快速は神戸駅へと向かいます。神戸駅は東海道本線と山陽本線の境界駅で、キロポストもホームに存在します。神戸港は関西最大の貿易港、貨物取扱いはもちろんのこと、かつて満州へ向かう連絡船の発着点として東京発の特急列車つばめ号の終着点でもありました。海外へ向かう玄関口として整備された駅のため、元町駅同様、優等列車の一等乗客待合の貴賓室も備えた立派な設備を整えていますが、かつての栄光ある駅も、神戸の中心街は三宮で、ターミナル駅としての機能はなくなっています。車窓に住宅地、商業施設を備える神戸ハーバーランドは、かつての国鉄貨物施設、民営化するときに生産事業団が売却した土地を再開発したところです。神戸駅の次は兵庫駅、海岸線には川崎重工業があり、新幹線車両を製作しています。そして川崎造船、三菱重工業、神戸造船所では様々な船を作っていますが、特筆すべきは自衛隊が所有する潜水艦を作っているのはなんと神戸だけなんですね。兵庫駅を通過するときに左手、地上階にホームがあり、103系電車がいるではありませんか。ここは工場勤務の方の通勤路線として存在する和田岬線、鶴見線の大川支線みたく朝夕の運転のみの運行形態、かなり特殊な路線のため常に旧式の車両が使われ、旧型客車の定期運用がおそらく最後まで残った路線でもあります。新快速は快調に飛ばし須磨海岸を走ります。
山陽本線最初の海岸近くはここ。個人的に好きな眺めです。新長田から西明石までの福福線は JR 東日本と同じ形式の種別福福線となっていて、この福福線の路線がかなり複雑な運用になっていますので、慣れていないと本当に戸惑います。明石に近づいてきたら、世界最長の吊り橋、明石海峡大橋がその異様を見せ始めます。おお。本州側の明石と淡路島はフェリーでつながっており、交通がネックになっていました。そこで明石、淡路島、徳島を結ぶ本市連絡船を作り、本州と四国の交通の利便性を図った事業の一つがこの明石海峡大橋です。はい。海流が強く、ここで漁獲される天然のマダイは身が締まっていて、明石ダイとして関西の料亭で珍重されています。このような厳しい自然条件で建設された橋は、工事中に阪神・淡路大震災に見舞われましたが、大きな問題もなく完成し、本州と淡路島の交通の利便性を高めています。新快速は明石駅に到着。ここは日本の標準時刻である東経135度が走っています。そして名物は明石焼きというたこ焼きの一種。ソースでいただくたこ焼きですが、ここでは冷たいだしでいただくのが特徴。柔らかな食感とともに大変美味しい名物でございます。まあ寄り道して食べたいんですけども、そんなわけにもいかず泣く泣くそのまま乗車。明石を過ぎ、西明石を過ぎて日本最長福福線区間は終了。山陽本線はこれから通常の複線区間になります。この辺まで来ると都会的な車窓から一気に郊外の雰囲気になります。加古川を渡り、しばらくすると JR 西日本が誇り、巷では化け物列車と評判高い新快速も終点の姫路です。さあ乗り通してきました。2時間半、結構ねあっという間でしたよ。撮影するところが多くて、まあ、そういったところで集中してるので、やっぱりあっという間でしたけれども、早いですね。常時120キロ出してますからね。こんな化け物なですね、種別もない、日本全国探してもここだけしかないっす。ということで次は、16時35分のですね、満州赤穂駅に乗り換えます。でそこから IOE、 そして糸崎というふうに乗り継いでいきます。頑張って。でここでですね、一つ紹介したいですね、名物があるんですね。それをちょっと食べていきたいなというふうに思います。この駅そばです。これですよ、姫路の名物駅そばです。いただきます。招きの駅そば、姫路に来たら食べていただきたい駅中グルメの一つ。そばと書いておきながら、麺はラーメンの中華麺。ちょっと待って、どういうこと？なんじゃこりゃとなるのは無理もありません。なぜにお蕎麦のつゆにラーメンという意味不明な組み合わせが名物やねん。うっそ。これは戦後の食糧難の時代、米はおろかうどんを作るための小麦調達が難しく、こんにゃく粉、そば粉を混ぜたものをうどんにして販売していました。うどんの麺は日持ちがせず腐りやすいため、
保存性を高めるために乾水を加えて保存性を高めた中華麺に行き着き、麺は中華麺、つゆはうどんのつゆという奇妙な商品が生まれ、1947年からホーム内で販売を開始。今に続きますが、姫路の立ちそばといえば駅そば、このスタイルが定着し、他にはない唯一の名物となっています。おー、関西の薄味のつゆに歯ごたえのない蒸した焼きそば用の麺で秒で提供される駅そば、コシのない麺はお世辞にも美味しいかと言われたらかなり疑問ですが、だしの風味が関東で食べる濃い口の立ちそばと違い、大変懐かしく熱々なんですが止まりません。うまいっす。ごちそうさまでした。早食い競争ですけどね、むちゃくちゃです。まあでも久しぶりにうまかったです。で次は播州赤穂行きの普通列車223系ですね、これの普通仕様に乗っていきたいと思います。超絶スピードで在来線を駆け抜ける新快速を通し乗車、今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。